連合愛知は先月末までに経営側から回答のあった県内219の組合の賃上げの状況をまとめました。月給の賃上げは組合員300人以上の大企業で平均 16,595 円、去年に比べ 4,574 円増えました。賃上げ率の平均は 5.33%、 組合員300人未満の中小企業では平均 13,084 円、およそ 4,000 円増えて賃上げ率は 5% に迫る水準です。いずれも比較可能な2013年以降で最も高いということです。大手が作り出したこの賃上げの流れを中小労組が交渉に引き継いでいるということ、そして賃上げの機運は昨年を超える勢いが生まれているというふうに捉えております。